おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな好きと言っていいチャンネルでございます。知識のあるなし上下はつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。なんかトラさんみたいな江戸っ子の、はい、いいですね、流暢でいいですね、はい、ということでですね、はい、今日は、うん、まあどうしようか、まあガーディアンズ3をちょっとまだ俺レビュー出してないんですよ。はいはい、そうよね、うん、てかまあ正確には一回喋ったんだけど、うん、そう出せなかったんだね。出せなかった、レコルできてなくて、ヨシキさんもいるというレア回だったのに。そうなんですよね、逃してしまいまして、はい、まあそのネタバレなし動画を上げたんだけど、まあなんかまだ何も言ってないのに、そうね、まあまあコメントで騒がれてたから、あネタバレなしの方で、そう、はいはい、あどうしよっかなとか思ってる間に時間経っちゃって、うん、まあ、他の動画もあんまり出せてない中、はいはい、で斉藤くんがレビュー上げてたじゃない、上げました、ガーディアンスに、はい、でもまあほぼほぼ言ってんなと思ってあいい感じのあんこちゃんでしたね何それなんかあんなにじっくり喋ってるあんこちゃん、はいはい、あんまり、そうそう、僕も演出がどうでこうでとか、うん、あんまなんかあんま見ないです ね、 ねヒヤヒヤしてたからあの時は あんこちゃんに思っていろいろね、俺らもやっぱガーディアンズ卒業で、はい、俺らもねいろいろ思うことあるなと思って、そこら辺もちょっと座談会形式でちょっと喋れたらな、まあ、総括的に、うん、ある種、はい、思っております。まあこれちょっと話しておきたいのはさ、はい、もう前の俺の動画でも言ったけど、うん、やっぱあのガーディアンズが最初に出てきたあの頃9年前、はい、やっぱ歌丸さんのラジオも超イケイケで、うん、盛り上がってたよね、はい、盛り上がってました、めちゃくちゃ盛り上がってて、もう本当に4回しか見てなくてすいませんみたいな、はいはい、なんか熱が ね来る時に、まあ俺はちょっと引き気味でね、うんうん、まさに一本でも好きな好きで言っていいって言っていい、うん、根本ができたぐらいの、はい、ガーディアンズの作品だった、うん、4回も行かねえわ俺はみたいなさ、はい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 、あそのガーディアンズがつまんないとかそういうことじゃなくて、ね、見る前にね、そうそうそう、なんかその、うん、4回行ってすいませんみたいなのはちょっと俺はついていけないなみたいな、うん、まあそういうきっかけになるぐらい、うん、めっちゃ盛り上がった、はい、でやっぱそれ俺の中にも染み込んでるから、うん、まあやっぱガーディアンズ見てね、でやっぱ見たらめちゃくちゃ本当に面白くてっていう、うん、まあそういった一連があったわけですよ、うんうん、で俺らがこうそっか9年経ちまして、はい、気がついたらなんかこうやって動画の前で、そうですね、映画を語りですよ、そうですね、リミックスの時に、はいはいはい、斉藤くんと LINE でね、はいはい、まあちょっと戦ったのもいい思い出ですよ、うん、もはや今となってはね、あの頃でさえ発信すればなかったんだよね、そう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 、俺がこう見てモヤモヤして斉藤くんに言って斉藤くんがはい、はい、だから多分これ、うん、そのガーディアンズ3のレビュー上げてたし、はい、うん、まあ、みんな思ってる以上に俺の中では、うん、もうガーディアンズキッズなのよ斉藤くんは。なるほどなるほど、多分、はい、まさにみんなが3見て盛り上がってる人と同じように、うん、はい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 、斉藤ガーディアンズはそう行こうみたいな、はいはい、側の人だったじゃん、超ファンだからね、超ファンだったから、ね、本当に、はい、で俺はそれに対して、うん、おいおいどこがいいんだよみたいな感じで言ってるみたいなね、うんうん、感じだったわけです、はいはい、それがリミックスの頃、そうですね、はい、でさらにそこからいろいろありまして、はいはい、で今に至ってね、はい、死者に呼ばれてよ、そうだね、俺ら死者に死者に死者にあんま言うことじゃないけど、うん、すごいんだから、つぶ立てなくていいけども、でね、わかるよ、行って、うん、出たら、はい、うん、ヨシキさんがいてよ、そうだね、フォークさんもいて合流して飲みに行く、もう時空が歪んじゃってる、いや歪んでる歪んでる、我々もそれぐらいの変化があったし、そうだね、この9年間の中で、うん、9年ってもう一時代よ、もうかなり変わりました、ね、もう風立ちぬだったらあとリミット1年しかないんだからあと1年で俺何ができるんだろうみたいな、そうだよね、風立ちぬだったらね、だったらねだって、うん、俺らが歌丸さんとかね、あの YOSHIKI さんとかがわーって言ってたあのラジオと同じノリで、うん、はい、飲み合いって喋ってんだから、はいはい、いや変なことだよね、変なことだよね、正直斉藤くんと感想を取るときに、うん、俺ちょっと感想黙ってようかなって言ってたのよ、うん、それはなんかそのなんかちょっと部外者的になっちゃう、はいはい、多分その真っ只中で感動してる人たちに対してちょっと俺距離があるなと思った、うん、感想見終わった感、うん、思った気持ちが、うんうんうん、これはやっぱ今号泣してる人に対して言う話じゃないんだって思ったから、俺はあんま喋んなくていいから、それこそだからガオちゃんを連れてきてね、ガオちゃんとか、まあで斉藤くんはもうガーディアンズキッズだから、まあそれなりいっぱい話すこともあるだろうし、まあ俺はそれを受け止めるからでいいかなとか思ってて、まあでね、あのネタバレ動画出しただけで割と言われたから、でなその何が言いたいかっていうとめっちゃ溜まってる感じ、そう、まあ、何が言いたいかっていうとね、はい、ガーディアンズは、うん、まあマーベルだけど、うん、他のね、うん、
作品とはやっぱ俺の中でも違うわけですよ、うん、何か表現するときにね、うん、やっぱいろんな自分の中でカテゴリーとか TPO とか、うん、あのジャンル分けしてね、うん、あその語るじゃん、はい、もちろんです。だからね、例えばガーディアンズがは面白いんですよ。だから、うん、面白いけど、でもじゃあ例えば、この前のマイティーソーとか、はいはいはい、ね、アントマンとかと比べて話す話じゃないんです、はい、正直個人的な気持ちで言うと。だから MCU の一本っていうよりも、うん、もう一個単体としてのね、うん、ガーディアンズっていうものに夢中になった一本としてまた別だよっていうことですよね。別だし、はい、だからこそ思うこともめちゃくちゃあるから、はいはいはい、ね、はい、そうじゃん、うん、だからなんか俺逆に何の文句もない方が違和感あるぐらいなの本当は。なるほどなるほどなるほど、うん、いっぱいあるよなーって思う、はい、面白いけど。わかるよ。でそれは、はい、でもこのいっぱいあるよなーは思った時に、うん、じゃあいろいろ言いますって言った時に、お前カップラーメンはうまいって言ってたくせに、はいはいはい、こっちの料理は食えねえのかよって言われたら、はいはいはい、え、一緒にしないでみたいな。っていうことだよね。わかるわかるわかる、うん、めっちゃわかります、うん、そこはまあ受け取る側の、うん、だからそれも全部言わなきゃダメなんだったら言うけど、そうするとガーディアン3になっちゃうわけそうでしょ、全部言わなきゃいけないといけないのってなるね。そうだね、野暮じゃないのその説明はっていうことだよね。そう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 、100人が100人にわかるように、はい、うん、言うってそういうことなんだなって思うし、うん、説明足りてなかったのかと。そうだからいろいろ思う、うん、今回のことでなんかそういうその単純にガイアスに俺がどう思ったかとはまた別に、はい、別でね、うん、そうか、うん、だからこれはあなたの物語なのよって言わないと、はい、言わなくてもよかったガーディアンズ1と、ね、うんうん、でもそこからやっぱファンも超増えて、はい、マーベルのファンも、はい、まあ、あの MCU のファンも超増えて、うん、もういっぱい広がったよね、うん、あらゆる人に伝えるってやっぱり言葉にしないと恋愛と一緒で伝わんないじゃん、うん、はいはい、わかんない、言わないとわかんないよっていうことですからね。 そこに対してやっぱり、俺はあらゆるね環境で、うん、あらゆる状況であらゆる人が見てる中でガーディアンズはやっぱり今まではね100人中50人ぐらいが最高だって上がって、うん、その熱で行くぜみたいな雰囲気だったものからどん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 人も増えてって、うんうん、もう本当に100人が100人愛するような作品まで成長したからこそ、はいはい、これだけ分かりやすく作らないといけない、うん、それはしかももしかしたらジェームズ・ガンじゃなくて、うん、それはディズニーの意向かもしれないとか、うんうん、もう本当にいろいろあると思うんだよね、ケビン・ファイギーとかね、うん、だからそうなった時に、あ、俺はガーディアンズ1が好きで見てた、しかもそれは、まあ、うん、MCU とはまた別の枠で見てた俺の中で、うんうん、分かる。だけども、うん、あ、こうそうじゃなくなってきたなとは、はい、は正直めちゃくちゃ思いました、はい、それはもう、うん、コナン映画で、うん、時計仕掛けの摩天楼を見る時の気持ちと、はいはい、最新作を見る時の気持ちは、うん、もう全然違うよと。違うもんね、うん、それぐらいもう全く別じゃん、コナン映画だって、うん、こんだけ続いてれば、うん、それぐらい変わってる、うん、ボリューム1か、この9年間で、9年でね、はい、我々も変わったし、ガーディアンズもそれぐらい変わりましたよ、はい、と、はい、いうの大前提があります、うん、はい、その上でだよね、うん、見てる人のモチベとか環境とか見る感覚とはもうほんと人それぞれ全然違うと思うけど、うん、俺はそういう感覚なんだっていうのはあった上で、うんうん、まあ気になることも超良かったところもあるし、うん、これほんと忖度なく、うん、マジで言うけど、うん、もう俺尊敬しちゃう、やっぱり見てて、なんかまあいつも言ってるけど、もうその映像作家っていうんかな、はいはい、なんかそのビジュアル、うんうんうん、っていうか、もう本当に映し出される画面画面のアイディアの詰め方とか、うん、見せ方とか、その色合いとか、うんうん、楽しさみたいなものが、うん、やっぱダントツで違う、ダントツで違う、ダントツでやっぱセンスというか、うん、そう、感性がやっぱ他の見てる感じとやっぱ全然違うな、うん、全然違うのよっていうのは、ね、だからもう見てて本当に、はい、本当にすごいなすごいなってずっと俺思って見てたし、はいはい、それこそ俺スーサイドスクワットもきついけど、はいはい、それでもやっぱ思うし、それでもセンスでねじ伏せられちゃうパワーがねあるから、うん、もうすごいなの一言で、うんうん、だから何でも言うけど、じゃあ俺がこれからね、セイントセイヤ惜しいっていう気持ちとガーディアンズを惜しいっていう気持ちは全く違うから、うん、それは違うね全然違う、そうだよね、それはそう、それはそう、俺何でもそうじゃないいやそういうもんじゃない皆さんだこれだから、うん、あれだよね、うん、ガーディアンズ表というよりも、うん、もうこれから、まあ、今までもこれからも話してきてる、うんうん、全ての作品の感想会におけるテーマでもある、ね、テーマでもあるし、これは、ね、うん、そういう気持ちだよね、やっぱガーディアンズはそれぐらいやっぱすごかった、3も、うんうん、あ、これをハマった人はもう泣くだろうと、うん、全然思うし、わかる、わかるよね、うん。
でも自分はどうしてもこう乗り切れない部分とか目をつぶらなきゃいけない部分があって、それは斉藤くんが結構いろいろ言ってくれた部分もまさにそうなんだけども、その音楽の使い方とかもガーディアンズだと見て見ちゃうととか、そうだよね、なんかあそうなっちゃったんだ、変わっちゃったんだこの9年間でとかね、あこれがありになっちゃったんだ、それがじゃあ他の映画でそんなこと思うかって思わないよ、ガーディアンズだから思うんだよ、ジェームズ・ガンのガーディアンズだから思うんだよ、そう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 、そしてそれが OK になったんですねっていうのをすごい伝わっちゃうわけ、はいはいはい、でこういう時にさ、あとごめんねまたいろいろ言うけど、何でもかんでもね、例えば面白いっていうのも全然できるんですよ、でなんかこう言うとさ、あ、楽しめないんだ。かわいそう、みたいな。あるじゃない。いやー、もう大体。めちゃくちゃ言われるのよ、ぶっちゃけ。いや、めちゃくちゃ言われますよ。めちゃくちゃ言われるんだけど、はい、じゃあ、じゃあ言うけど、はい、いやー、新仮面ライダー最高傑作でした、はいはい。もう本当に文句の言うとこないですね。うんうん、ガーディアンズ3、最高傑作でした、うん。本当文句言うとこないですね。はいはい、嬉しい、そうだとしてね。嬉しい、みたいなとこあるわけじゃん。で、そこは、そうじゃないっていう人もいっぱいいると思うのよ。うん、なんか、味噌もクソも合わせて絶賛しちゃったら、うん、それは、どうでもいいと、で言い換えても、過言ではないわけ。って、わかります。だから、放棄しちゃってるじゃん。考えることをって思っちゃうし、うん、まあ、もっと言うと、うん、いや、ここはさ、って言ってる状態ね。うんうんうん、一番楽しんでるよ。ぶっちゃけ、うんうん、そのもちろん文句言ってるよ。なんか、うん、いやそこでも前までやってたのにさ、うん、とか言ってるけど、うん、でもこの話が一番楽しんでると思えてるし、うん、そう、それぐらいこう密度濃く集中して、うん、やっぱ画面を見てるって自分は思うから、うん、だからそのなんか本当でもいやちょっと今回はって言ってることがなんか本当に人生変わっちゃうぐらいつまんなかったみたいな、うん、ってなってるわけじゃなくて。うんうんうん、楽しいのは大前提で喋ってるし、あの、100最高でしたで収まるわけないと思う。うん、それはどんなガーディアンズ3が出たとしても、うんうん、今回じゃないガーディアンズ3が出たとしても、うん、私は違う、僕はこう思うっていうことがあっていいし、うん、手放しに最高ですって言えるものなんてこの世にほとんどないんだから、うんうんうん、9割良かった。でも、ここはさって人は絶対いると思うし、うんうん、だからそれはなんか、放棄せず正直にやっぱ話していかないと、うん、俺は自分にそう思っちゃうなって。ああ、なるほどね。まあまあ、なんとか言ってる間前置き長くなりましたけども、うん、まあまあ、そういうような思いはやっぱり3見てる時めちゃくちゃあったよっていう話ね。はいはいはい、で、DM でね、二、はい、人が、一番良かったとこどこですかって今回ボリューム3で、はい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 、っていうのもちょっといただきまして。その、まあ、飲み会の時にも言ったけど、やっぱ俺ね、本当に開始15分ぐらいは、うん、マジ最高で、うん、マジで面白いってこうだよなーとか思いながら、うんうん、あ、これムービーワン今年優勝するなとか思ってなるほどぐらい思ってた。おまけの夜のイベントね。そう、ムービーワングランプリね、はいはいはい、今年一番を決める大会で、うん、あ、うん、これもう優勝しちゃうわと、うん、俺こっから何があってももう最高なんじゃねえかって思うぐらい15分ぐらいスタートダッシュね。でどこが良かったかっていうと、うん、手がねブワーって入ってくるところで、はいはい、ね、あの、かわいいアライグマがいてね、うん、もうかわいいと怖いですよ。もう本当にジェームズガン罪だなと思うんだけど、うんうん、ギャグしそうって思ったわけ。はいはいはい、このためは、ギャグのためだと思ったわけよ。ブシャッみたいな。なんかとか、なんかわかんないけどね、そう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 。スースクの冒頭のね、こ、うん、取り潰すみたいな。なんか違う、なんかやっちゃ、はいはい、笑い、はい、いきそうだなと思った。いかないまんま、ね、アライグマのシーンになった、うんうん。で、ここで、あ、今回はシリアスにやってくれるんだと、うんうん、あ、今回真面目に作ってくれるんだっていうので、うん、まず嬉しかった、うん、で俺はジェームズ・ガンの才能をめちゃくちゃ信じてるから、うん、もう絶対面白いじゃんと思った、うんうん、それは、うん、で、あのアライグマのところでこう来て、はい、ロケットね、うん、グーって来て、で、その音楽聴いてると、うん、その音楽聴くときももう心象風景じゃん、はい、だから一人の人間がこう音楽聴くときって、うん、音楽でその人の心が分かるっていうか、うん、何を聴いてこの人が今何の歌詞に心打たれてるかで、はい、同期してる感じね。そう、この人の気持ちが伝わる、うん、で、ロケットがこう聴いてるときに、はい、あ、こういう今音楽聴いてるんだ。で、俺だからあの一曲目の音楽の使い方好きなのよ、はいはいはい、ロケット今こんな気持ちなんだ、うん、で、着いたらロケットがひどいんじゃなくて、うん、ピーター・クイルが、落ちぶれてる感じとかね、はいはいはい、酔っ払って、ね、おい、うん、お前またそれ持ち出して、うん、俺のダダダダンみたいな、うん、なんか言ったらとか言ったら、うん、いや、お前もなんか言ったらなんとかって言うんだよ、みたいな感じで、うん、わーとか言って、なんか冷蔵庫取り出して、うん、バーンって倒れたら、ネビラが窓からバーンって見て、うん、わーってなって、もう俺そこが超ゾクゾクして、うん、うわ、なんかやばいと、うん。なんかやばいこと起きてる。うん、そしたら、こう、抱きかかえて、外出たら、ドラッグスが、うん、またか。
うんうんうん、おいおいおいとおもれえなと、声もやってんだなと。そう、これはね、マジ、うん、大丈夫ピーター・クイルと、うん、でそこでみんなが集まってきて、なんかもうシーアス悲しそうにこう持ちながら、はい、音楽が流れてタイトルバックダーンのところで、うん、もう俺泣きそうになっちゃって、はいはい、あ、もうだからさっき言った話、うん、あ、変わっちゃってると。そうだね、うん、9年っていう、そう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 今こんな感じなんだと、はいはい、でその寝かしつけてさ、うん、ガモーラ行かないでって腕掴んだ瞬間、もうあ、やばい、俺泣いちゃうと思って、はいはいはい、なるほどと、うん。で、俺こういう巨大な喪失感弱いから。はいはいはい、で、屋根つけて、屋根に看板つけて。うん、家だ、うん、ここに骨踏みようとしてると。俺はワンで、はい、そう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 。ならず者夏でどこ行くとか言ってた、はい、あいつらもう、うん、え、なんかもう書類書いたみたいな。はいはいはい。契約したのもう遺産相続もここで行われるのね、うん、みたいなさ。もう住宅気づいてるからね。そう。うん、もう移動する気がない。うん、うわーって思って、うんうん、え、もうと思って、分かるよ、うん、たまんねーと、うん。そしたら、あの金色のやつがドーンって入ってきて、ね、うん。で、どんどん、もう、え、死ぬのみたいな。アダムのとこ最高だよね。そう。で、ね、そう。で、バーンとか言って、看板、うん、看板壊れたと思って、今家だと思ったのに、粉々になってるっていうね。そう、もう、終わる終わる終わるみたいな。うん、もうだから、ほんと開始15分ぐらいで、うん、やばい、もう終わると。うん、ガーディアンズが。そのやばさね。そう、うんうん。で、それがもう、やっぱあの、俺の好きなインフィニティウォーの時の、やっぱサノスバリのさ、ハルクが負けるみたいな、うん、ロキ死んだみたいな、そうそう、ロキ死んだみたいなロキ死ぬんだからもうあの、うん、ね、うん、あのアライグマもそんな感じだ、ロキみたいな感じでさ、はいはいはい、んでマンティスの顔はいはいはい、ってマンティスがなってて、でピーダークイル、おーおーおーってなっててさ、で、なんか、ブキーって治るの、はいはい、もうあれだけで説明して、ね、なんか、まあ、これで治るんだね、治るんだねって、そうそうそう、説明はないけど、わかんないけど、つけたら治るよ、はいはい、で、じゃあ、アライグマにつけるよって言ったら、わばばばばばってなってて、で、死んじゃいそうじゃん、はい、もう残酷なのよ、はい、そうだね、ジェームズ・ガンが。でね、これね、シリアスに振り切ってくれると、俺的には結構、その、やっぱすごいのよ、やっぱそこの才能が、俺も本当にこれ思うんだけど。ね、鋭さがね、そう、うん、実はユーモアというよりも、そう、面白いのよ、うんうん、もうすごくて、うん。で、それはみんな感じだと思うのよ、うん、もう全体的にそのシリアスさの表現が、やっぱ、刺さりすぎる、うん、怖い本当に、うん、だからロナンが、ロナンだっけ、ワンで ロナンが来た時、あ、もう負けるじゃんみたいな、はい、絶望感ね、そう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 、うんうん、あ、終わったからのあのアカペラの、うん、切り返しみたいな、はいはいはい、そのギャップがすごい人だから、うん、で、あのね、カルビみたいな、あ、星ね、行くじゃん、はいはい、カルビみたいな星、はいはい、生きてるみたいなですね、あのビジュアルもいいし、生物のね、そう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 、うん、で、なんかあの、じゃあロケットを助けよう、うん、なんかじゃあ突っ込むぞってバリアと突撃していくぞっつって、うん、いや俺はもっと盗賊なんだぞって言いながら、はい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 、そのねそのもう落ちぶれたピーター・クイル、うん、俺の大好きなピーター・クイルがさ、うん、落ちぶれたところからさ、その昔の感じ取り戻す感じもいいじゃん、うん、で1番ゲート2番ゲート、はい、3番ゲートってあそこのガジェットもいいのよ、なんかあのバリアをくぐり抜けるとこね、そうそう、なんか立ててガチャガチャって、はいはい、なんかカードみたいなガチャって入れて、何やってるのか、はい、よくわかんないけどあのガジェット感、はいはい、で今回ガジェット感がすごい細部までこだわられてるなって、全部の乗り物に感じて、うん、カチャカチャとか、うん、あのガジェット感全体的に好きだから、あのジェームズ・ボンドってそういうガジェットフェチあんのかなと思って、うん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 、3つ目まで行く間にさ、マンティスがさ、はいはいはいね、地球人の寿命、うんうん、50年しかないの、はいはいはい、なんで生きてんのっていうのとかも面白いし、うんうんはい、時代のギャップもあるしね、そう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 、今は医療が発達してるからみたいなのとかもあるし、ドラッグスがこう、うん、ピーナ作っててさ、ね、うん、ナッツ食ってて、でなんかいるかいらないとか言ってたのに、最後のエレベーターのところに、ね、ナッツちょうだいとか言ったら、うん、もうない、うん、やっぱりみたいなとこも、はい、あ、面白いとか、程よいよね、そう、程よい、程よい、ね、こんぐらい最高みたいな、あ、面白い、この抜け感、このまま行ってくれと、そう、このシリアスの中にこの抜け感が超気持ちいいから、はいはい、あ、このまま行ったら最高だなとか思ってたわけ、はい、でカルビに入ってったら、でカルビに入ったら入ったで、うん、カルビがちょっとレザーじゃん、はいはいはい、なんかね、そうね、なんかあれも好き、うん、その前のね、入るところのガモーラを口説こうとしてる感じで、うん、音声の、そうそう、で、はい、青ボタンが赤ボタンで、はい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 、赤ボタンが青ボタンでって、はいはい、わけわかんないこと言ってるところも、はい、なんか宇宙っぽくて面白いじゃん、はいはい、ちょうどいいよね、ちょうどいいじゃん、程よいよね、なんか本当にそうっぽいじゃん、はいはいはい、なんか俺らで言うところの青はお前らで言うところの赤で、うん、で君らで言うところの青は黄色なんだけれども、うん、今押してるのは青、うん、あ、この青は、はい、その異次元感がね、そう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 、ね、面白いな、うん、でしかもそれ聞こえちゃってるのも、うん、でもそこもなんかともすると今ロケットがね、うん、必死な時にこの冗談はって思うんだけど、そこでネビュラが言わないとあんたら
うん、ずっと続けてるから、うん、みたいなこと言ってて、なんか、はい、今回ネビュラがめっちゃ良かったよね。ネビュラ良かった、ネビュラ。ネビュラは本当に真剣で、うん、そう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 。もう本当にロケットを救いたいんだ、うん。で、しかもそのモチベもわかるじゃん。自分が改造されてしまった人だから。そうだね。ロケットに対して思い入れがまたちょっとみんなとも違う思い入れも持ってますよとか。しかもインフィニティオーで残った二人だからね。そうそうそう。砂になってない二人だから。そう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 。そっからね、で、このカルビンの中入っていくと。はい。で、そうすると、この、最初はこうシリアスな感じでブイーンって来てるんだけど、うん、そこからこう、だんだん徐々にこう、幅を増やしていくのよ。こんぐらいどう？こんぐらいどう？って調節していくの。縄をね。そう。ビヨ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 。で、それもわかる。なんでかっていうと、うん、僕はガーディアンズ1大好きだけど、うん、ガーディアンズ2が大好きな人もいる、はい。で、俺はガーディアンズ2はそんなにだから、うん、前の動画の時にあんまり喋ってないわけ。うんうんうん、で、斎藤くんに喋ってもらったわけ。言いました、はい。はい。それはさ、ガーディアンズ2はやっぱり、うん、その、家族愛。そうだね。と、うん、あと、コメディがとんでもなく前に表面に出たのよ。うん、で、俺は1のスラムダンクとか、うんうんに近いあのドライな関係性のチーム感が好きなのに、はいうんうん、それがどん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 ワンピースっぽくなってきて、はい、もうドーンみたいな感じで、うんうん、家族だ仲間だみたいな、うんうん、俺はそこまで行っちゃうとちょっと熱苦しいなって、ね、俺の好きなワンのガーディアンズの感じと、はい、結構反対側に行くから、うんうん、でもどっちもあるのよガーディアンズってもう思っちゃって、ね、それはさっきあの、うん、そのジェームズ・ガンの言うシリアスさと、うん、あのコメディ、うん感動と面白いみたいな両方持ってって監督が両方ファンがいて、うんはい、でそれで今回は多分どっちの味も好きっていうね、そうで、うん、すごく絶妙にブレンドしてきたのが今回だなと思って、そうだね。だから俺は1が一番好きだけど、うん、2よりは3の方が好きなんですよ、うん、なるほど。だからね、だからこそなおさらこれがめっちゃ好きだっていう人もいるの分かるんですよ、うん、なんでかっていうと絶妙なバランスでやってきた、両方入ってるよね、両方入ってるね。そうだから最初シリアスで来ました、でブレブレってきて、それであのこっから先もうちょっとコメディ増やしますみたいなのがあのカルビの中から、うんはい、もう明らかにギャグみたいなのがどんどん増えてくる、宇宙服がほやーんとか、ね、そう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 、あと会話のところでね、宇宙服がこう転がってるのとか楽しかったけどね、うんうんうん、その、うん、アイデアがいいよねやっぱ、はい、そういう、そうね、なんかそのロケットは助けるっていうところのその緊迫感がネビュラ以外があまりにもないから、なんかそのマンティスがねこう記憶変えてね、あのこの人を好きにさせる、はいはい、ああめちゃくちゃ好きになる、男の警備員にね、そう好きになるっつって、こっちをっつってドラッグスの方で男と男でね、あ俺かよわーとか、ただ今この状況でこのギャグは面白いんだよ。それでその横でマンティスが笑いこらえてる感じ、うんとか言ってる感じも面白い。そのシーン自体はね。そう、めっちゃ面白い、うんうん。今じゃなかったらいいのにって思うの。そうだね。繋がってますからね。そう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 。うん、ショートじゃないからね。これ違う場面だったら超好きだけど、うんうんうん、ちょっとでも待って、今俺、気持ち全然ロケットが、はい、あの、はってなってんの。抜けてないし。はい、あの状態で俺まだ来てるから。さっきだから俺か。数分前だから俺からしたらさ。うんうんうん、チューニングめっちゃむずいよね。むずい。まあそっか。いいところどこがって話だから始まっちゃった。そうそう、いいところはだから、ドア玉のね、あ、そう、ごめんね、ところだよってことだよね。ちょっと今、ドア玉の15分くらいはマジで最高だった。だからカルビ入る手前ってことでしょ。そう、カルビ入る手前までは最高だったって話でした。めっちゃわかる、めっちゃわかる。だから俺はアダム入ってきたとこ一番好きで、うん、バーッと入ってきたとこ、うん。なんか、言わずもディズニー傘下の、ちゃんと子供向けが見れる映画なんですよねってドキドキしながら見ちゃってたのよ、うん、なんかその危うさがすごいじゃない、うん、なんかちょっとガーディアンがばらけてて、そう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 、一人一人とアダムがやり合わなきゃいけない、うん、でその危うさもちょっと怖いし、うん、でロケット最終的にわーって、うん、あのなんか痙攣もめっちゃ怖いから、大人の状態で、ね、ディズニーだし、うん、MCU だし、ガーディアンズ3、うん、で、もっと冷静に言えばさ、うん、予告編で映ってるシーンがまだないから知らないよとか、いろいろ思えるはずなんだけど、うん、その冷静さを欠くぐらいのテンポで、畳みかけてくるから、うん、俺どうしよう、ここでロケット死んだ。いや、わかる。思うよね。うん、大丈夫ってマジで思ったし、うんうん、でクイルがあーとか言ったり、うん、マンツーあーって言うから、うん、あれこれ予告編でも見たなみたいな、うんうん、これ出ちゃうってこと、ロケットまず死んでみたいなことだからっていう、うんうん、そこのライド感みたいな、うん、ちょっと待ってちょっと待ってみたいな感じが、うんうん、なんかこうちょっと 1.5 秒ついていけない感じが、うんうん、俺すごいたまんない、わかるわかるわかる、スピード感がズバ抜けてた。面白いってこういうことだなーって思いながら俺見てた、もはや。なんか思考停止するよね。うん、する。もっと、あ、どうせ3もオープニングがちょっと楽しいオープニングみたいな、ね。そう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 。何やかんやってもって思ったら、うん、そうじゃないし、はい、あ、本気じゃんって。だからなんかこう引き込まれるっていうのと、はい、目の前のクオリティっていうのかな、うん、目の前の絵の力、うんうん、
その知りやすさとかも表現力みたいなものが、うん、うわーってくるじゃん、うん、でさっき言ったのはそう、うん、そっからこうなってきて、はい、いろんな場面が増えてくると、俺はあここ乗れない、ここ最高、あこっち乗れない、あきつい、あ最高、うん、楽しい、わらちゃん、あもうやだみたいなのがもう交互に来る作品だったから、はいはいはい、うん、だからこれが完璧だっていう人はもうすごいと思う。逆に全部乗りこなしたってことですよ。全部乗りこなした。最高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 。だからその完璧さは、うん、そういうことなのかもね。全部入ってるじゃないですかみたいなことなのかな。知りやすなとこもあるし、ああああ笑えるとこもあるじゃないですか。あなるほど、全部乗せですよっていう意味での完璧、うん、最高ってことなのかなって思ったけどね、今の話。あなるほどね。うん。なるほど。そのだから愛の子感だよね。そうそうそう、全部のバランスよく取ってますよが完璧だ、うん、3にして最高傑作だみたいな気持ちの人はそういうのなのかもしれない、ね、そうなのかもしれないなって今の話聞いてて逆に思ったけど。ああなるほどね、うん、でも分かる。だから見てて、うん、チューニングがめちゃくちゃむずいなっていう、うんうん、だから過去回想が辛すぎるのに、うん、やっぱ蓋を開けてみたらアクリル音楽流れてみんなわーっとか言ってるとあれみたいな音にはなるから、だから俺もその一本で繋いじゃうとどうなのかなって思っちゃう、うん。もうちょっと厳しくちょっと言わせてもらうと、うん、あのやっぱさ動物の造形えぐいじゃん、うん、え絶対ジェームズ・ガンってシド側の人間だよねっていう感じが作中に超するわけじゃん、トイストーリーのね、そう、はい、男のね、絶対シドじゃんあんたって思うわけ、うん、それは別にこの作品だけじゃなけど、でもこの作品でも例えばドラッグスにね、うん、なんか頭これだから、はい、まあ、だからめっちゃ悪い言い方するとあの機内とか本気で笑ってるタイプだよねね、言いたいの俺は。まあそうね、そう、本当に笑ってるタイプじゃんあんた、フリークスというかね、そう、うん、だから絶対シド側じゃん、うん、でだからこそ罪深くて、うん、この前の動画でも言ったけどこの人はやっぱシリアスと笑いをどっちもいけちゃう人なの、うん、だから絶対本気で笑うこともできて、だからこそ二枚舌ができるんですよ。だからその殺す殺さない論争もそうだし、うんうん、要は俺は殺さないとか殺すとか言ったらそんな悲劇的なこと言うなよとか、うん、クソガーディアンズだから殺さないとか、いやさっきまで超楽しそうに殺してて、はい、でも僕たちもそれも楽しく見てましたけど、はい、こっちはこの一番悪い根源を殺さないのは、うん、雑魚を殺すのに根源殺さない理由が分かんないっすみたいな。分かるよ、人を殺さない感動あるよね、うん、泣けるよね、うん、だってさロケットこんな悲しい格好してて残酷じゃん、そんな暴力許せないじゃん、超人殺すの楽しいよね、はいはいはい、っていうのが作品内で両立してるから。そう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 。だからそれがね、一応その殺さねってのはロケットだった。うん、で、皆殺しだって言ったらピーターだって言われたら、うん、まあそうかもねって思うかもしれないんだけど、うん、いや、同じガーディアンズとして見てるから。そうそうそう。だからピーターは。でもピーターも、その、うん、皆殺しだって最初ドラッグスが言った時に、うん、そんな悲劇的なこと言うなよとか言って、はい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 、なんか彼前半で、ね、そう、基本的にその殺したくないってピーターもちょくちょく言うのよ、うん、言うのに自分で皆殺しだって言ったりとか、そうそう、グルートと突っ込んだ時ね、そうで落ちていくところも面白いんだけど、いや俺あれ一番気になる、そうね、面白いんだけど、うん、面白いんだけど、そこでピーターがみんなで死ぬ気かとか言った、うん、死ぬのは一人だけだっつって何のこと言う、はい、トンチカなってやつね、で俺の中ではほら、うん、ほら、うん、インフィニティウォーの時のもあるから、はい、俺ピータークエル好きだから、はいはい、ピータークエルってそれトンチ聞くやつじゃん、うんうん、まあそれジョジョで言うとね、ジョセフみたいなキャラクターだから、うん、こううわーっていくときに、うん、どういう答えが待ってるのかなと、はい、そいつそのまんま殺して頭ブーンとって、頭ブーンがね、確かにこいつ悪いやつかもしれないけど、うん、こいつも改造された一人なんだから、そうそうそう、立場で言ったらロケット側なのに、うん、こいつを殺していいっていう判断は、うん、自分でしちゃうの、お前が勝手にしてるじゃん、そう、ね、つまり、うん、殺していい殺しちゃいけないの判断は、あ、何、え、裁判官のつもりみたいな、うんうん、なっちゃうじゃん、なっちゃってるじゃん作品が、まあ結果的にそうなっちゃってますよね、そうで、だからその殺す殺さないの裁量を決めちゃうから、うん、だからワンダーウーマンとは違うじゃん、うんうん、なんでこっちは快楽主義で殺してんのに、しかも同じ人間がだよ、うん、同じ人間このシーンでは超最高に殺してて楽しいのに、うん、同じ映画内でこっちでは殺さないのがガーディアンズだみたいな感じになってるから、まあめっちゃ二枚舌なんですよね、だからそれが全、うん、映画全体ずっとそうだよ、うん、だからそのコメディとシリアスの使い方もどっちも面白いってできちゃうからね、できちゃうからこそ、はい、それってきついなって、いやーわかる、人格分裂してるなって、サイコパス感が出ちゃって、ね、うん、俺らもサイコパスじゃん、だからそれ楽しんじゃう、うん、俺らもさ、うんうん、だって明らかに動物のガジェット見てそれを明らかに魅力的だと思って撮ってますよね、うん、そうだね、感じがする中で、うん、でもかわいそうだって泣いてくれっていうのは、うん、
ちょっと求められすぎて、いやそう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 、俺は求められすぎちゃった、俺はガンごめん泣けないって感じ。いやそうだよね、うん、だから最後のさ小動物もみんな一緒にわーい救いますみたいな感じは大団円にしたいと思うんだけど、うん、でそこまでの過程がちょっとよく分かんないことになってるし、そう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 、でさこんな大量にでさなんか子供とか、うん、なんかその命を守るって時にあんだけ今まで見たこともない大量の動物を救う、うん、まあそれロケットがだからって分かるよ、その話は分かるんだけど、うんね、じゃあカウンターアースは、そう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 、まるまるなくなってカウンターアース爆発させて気持ちよさそうにしてたじゃんカウンターアース超気持ちよさそうに壊してたじゃん、でっかいのドーンって出てきてさ、ねえもうあのスターミーみたいな時と一緒よ、はいはい、でっかいやつ出た、はいはい、出たジェームズがでっかいやつみたいなね、特撮好きなんだねとか言ってる間に超人死んでんでしょ、いやあれ怖いよね、それを救う気はないんでしょ、うん、そのくせこっちはジャングルの王者ターちゃんみたいな感じでバーって出てきてジャングル確かに俺らは人間より動物好きですからそう動物救われたら嬉しいよとか思うじゃん、いやそうだぐちゃぐちゃだよね、そう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 、だからだからその、うん、もっとだからそのあカウンタースボーンとかも、うん、もっとこっちがつらっていう方向に振り切ってくれるんだったら、うん、まださ分かるのやりたいことは、うん、でもなんか親子がずっとこっち見たらそのボーンって揺すってるみたいな、うん、何一個どう思えばいいのみたいな、なんか戦争映画じゃないけどそっちになっちゃってて、うん、でだからその落ちるやつのさ脳取る時もさ、うん、なんか溺死させてからこう水の中で脳切り取ったりとかするじゃん、うんうん、あれもなんか生々しくて嫌だなって思うし、うん、アダムが、うん、お前のパワー見せてやれって言った時にやりすぎちゃって、うん、あれどっち？みんなどっちあれ？あの燃えて、うん、で燃えるまででもきついのに その横についたペットがクーンってやってるのがよりきついぜ、うん、あれな何あれはシリアスなの？コメディなの？いやわかんないよね。だからなんか笑いたい人だけ笑ってみたいな感じがしちゃうのよ。うん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 、これ笑える人は笑っていいよ、はいはい、みたいなさ。わかる人はどうぞみたいな、ね。でも笑いとは描かないけどねみたいななんかそう目くばせ感じちゃうって。いやそうだからマジで俺何これどう思ったらいいの、うん、みたいな。でそれがシリアスに描いてはないじゃん。そうね、なんかちょっとコメディの中で死骸がこんなになってて、はいはい、さ、そうこれピッピッピッとかなってさ。うんおいおい俺受け入れらんねえよみたいなさ、いやそうなんだよね、うん、もうなんかもうなんか大変だった俺見てて、信頼できないみたいな、ね、そう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 なんだよね、でも、うん、まあだからやっぱり時間かけすぎちゃったなってのは思っちゃった、うんうん、あのワンツー取ってインフィニティオンでエンドゲームがあって、うん、ポンって取れればよかったのに、うん、やっぱクビになったりコロナになったりとかしてスーサイドスクワットを一回挟んで、うん、ピースメーカーやってって、うん、あっちはあっちの作品内倫理観は違うじゃんでやりきってるしね、そう振り切ってるのよそっちで、うん、でその状態でなんかある意味パンプアップした状態で戻ってきちゃってるから、うん、なんかどうしたらいいか分かんないみたいな、うん、撫でたいのにしかもアイディアもう全部出し切ってるしみたいなさ、もう全部の作品で俺もやりたいこと全部やってるし、うんうん、でもじゃあガーディアンズだから総決算です、うん、でもガーディアンズは大事な作品だ、じゃあもう全部入れちゃえ、うん、ってなったらどこかで見たことあることの繰り返しだったりとか、うん、いやそうそうだよ ねあのアルマゲドン演出もさ、はいはいはい、3回ぐらいやっちゃうとかさ、はいはいはい、分かるよみんな好きだからだけど、うん、好きだからって3回やられて喜ぶわけじゃなくて、うんうん、あ喜んでるみたいなさ、ね、あそっかあ別にこれでいいのかみたいなね、そっかごめんみたいな、だからそこで俺は、うん、そこのいやそんなんで3回やられて喜ぶわけないじゃんっていうのは、うん、あ言っちゃいけないんだなみたいな、はい、喜んでる人たちいっぱいいたわすいませんみたいなね、うんうん、そう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 ごめんなさい僕がみたいなそうそうそうあごめんなさいみたいなすいませんだからみたいな気持ちにもなるからレビューも出しづらくてそうだよね、うん、そうだからなんかすごくジェームズ・ガンが撮ってるはずなんだけど、うん、ジェームズ・ガンっぽいところがすごい記号的というか、うんうん、スローモーションのところもそうだし、うん、音楽の使い方もそうだし、うん、ジェームズ・ガンってこうだったよねみたいな感じでジェームズ・ガンが撮ってるから、うん、変な感じするんですよ、うん、でもみんなは これがジェームズ・ガンじゃんって言ってるから、うんうん、そうでしたっけみたいななんかちょっと気まずいな、うん、みたいな気持ちにはなっちゃうよ ねそうかんだから俺なんだっけ今回の敵ハイエボリューションの、ね、ビジュアルとか最高じゃん、うんうんうん、めっちゃビジュアルいいな分かる分かるあの皮こんなん怖え、うんうん、ハイエボリューショナリー出てるし基本好きで、はいはいはい、まずね分かるよハイエボずっと切れてんのいいめっちゃ切れてるいいじゃんで小物じゃん、はい小物ね、でなんか重力装置作れるようになったんだとかロケットに言って、はいはい、俺らもう冒頭でロケットが重力ブーツ入ってる見てるから雑魚だ弱ーみたいなの楽しいのよ楽しいねおもろと、うん、小物だとか言って、うんあとだからカウンタースも着いた時に、うん、あの船がね、うん、ドーンって着いて、はいはい、家のところにこうドーンって着いてる、はい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 、え、うんうんうん、うわすげーと思ってそうだ、ね、見たことない感じ面白いな、うん、でっけーのこんな降りててと思って見ていくんだけどもなんかあカウンタース雑だなみたいなそうねそうえカウンタースってだってえみんないるんでしょえ、うん、なんか変な話アイアンマンのこれもいるんじゃないのみたいな、はいはいはい、なんかそのマルチバースじゃないけどなんかもっと世界、うん、だって地球で
でしょコピーのみたいな、うんうん、なのにあいつの街の何丁目ぐらいしか映ってないじゃん、うん、今回、うん、狭いよね狭い世界で、うん、まあでもいいや別に関係ないから、うん、他ここだけや、うん、いいですそれでって思いながらも行くじゃん。だからカウンターハウスを描く気はない、うん、ないな分かった、うん、でそしてアダムが来るじゃん、うん、でアダムもなんか4回3、4回同じこと繰り返すじゃん。そうだね、ドーンバーン、はい、ドーンバーン、はい、出てきたら突っ込んできて、うん、バーンってやられて動けなくなる、うん、これを4回ぐらい繰り返すだけのキャラで、ちょっと持て余してたじゃん。もったいないよね。そう、もったいないな。最初あんな良かったのに。ね、だからそれも、そうだね、もしかしたら、そのディズニーの関係で、まあ、今後の関係で、まあ、いっぱい出してくださいって言われたがゆえに、うん、本当は2回でいいところを4回同じこと繰り返してるかもしれないんだけど、うんはいはいはい、でもそこでアダムがね、こうバーって来て、お母さんって、お母さんとかブーって行くとこの、ぐわーって感じとかも超面白くて、気持ちいいよね。うん、すげえよ、はい。アダム、はい、うわー、お母さんバーン、うわー、お母さんと思ったら、次の瞬間で動物がボーンってなって、うわーってなって、カウンターハウスも怖いみたいになってさ、俺。だって別にさ、でっかい船で逃げる、うん、あるじゃん。もう離陸だみたいな。うん、ほっとけいいじゃん。なんで一回爆発させるんだよ、みたいな。ね、やりすぎが怖いよね。そうそうそう、そう、ね、そう、そう。しかも助けてくれたお母さんとかも死んだんでしょ。助けてくれたそうだよね。でしかもあの助けてくれたお母さん、ね、カウンターアースの多分ピータークールのお母さんっぽいじゃん、うん、そう最後の感じ見る、うん、最後の部屋のね写真の写りと同じぐらい写真飾ってる感じ見ると、はい、もしかしたらあのピータークール助けてくれたお母さん、あのヤギみたいなお母さんが、はい、もしかしたら自分の世界のあのお母さんっぽい感じの人で、うん、とか、うん、もう俺は想像しちゃうわけよ、うん、あ、それいいなとか思ってたけど、よく考えたらあの人助けてないし、なんか死んじゃって死んでるからね、悲しいなとかさ、で大戦争みたいになってくるじゃん、うん、宇宙戦争みたいになってって、うん、マジでやべえなと、うん、もう一作でもう本当に一作だけど集合作ぐらいのボリュームあるじゃん。そうだね、密度がね。そうで宇宙戦争みたいになってたよね、はいはいはい、スターウォーズじゃないけどさ、はいはい、すっげえとこまで行くなと思って、うん、わーってなって、そんでしかもアライグマも助かって、ロケットも助かって、うん、こう来ると、うん、でもなんかそこら辺の宇宙船がなんかずっと何が起きてるかよく分かんなくて、あれなんかもっとうまかったよな、なんかそのすごいこと起きてバーとかなんかこうドラララって吹っ飛んでたりして、なんかもうみんながうわーってなってんだけど、どういう状況、どれが何人で何が起きてるの、何に当たって誰と戦ってどうなってどこに向かってんのみたいな、うん、だからなんかそこら辺結構グワーってなってて、ね、だからコスモが止めてる、もうこれ以上止められないとか言ってるところも好きなのよ、うん、はいはい、コスモが念力で止めてるっていうのはコスモ大好き、そう、うん、好きなんだけど、うん、いつから止めてたんだろうみたいな、はいはい、なんかそうだね、あれコスモの能力はどこから、なんかその、うん、そのセリフで初めて気づくぐらいの感じで、はいはい、でもこいつが止めてたんだっていうのは上がるのよ、うん、わかるよその事実はねそう、うん、でもなんかあそこら辺全体的に何が起きてるか分かんない、なんかぐちゃぐちゃしてるよね、だから、うん、カウンターアース入ったら辺から正直ちょっと長いなーと思って、うんね、ちょっと何が起きてるか分かんないし、ちょっとだれてきたなーとか思ったりもしました、うん、ノーエアが出てくるとこめっちゃいいよね、骸骨がさ頭から、そうあそこいい、バキ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 って興奮する、あいつだーと、そうそう、あいつの中に住んでたんでしょみんな、そうそうそう、うわーって来てで、あのビジュアルがいいんだよ ね、 だよね、やっぱドクロが宇宙にいるっていう、目からカコン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 みたいな、めちゃくちゃいいみたいなね、で、ハイオが逃げろーみたいな、やばい逃げろーみたいな言ってるのも時すでに遅しみたいな、で、ピーター・クイルがさ、あのロケットのあれを取りに行って変わっちゃうんだよ、あの膨らんじゃうとこ、そう、死にかけるとこね、で、まあ死んだ詐欺、死に死に詐欺何回もあるじゃん、その最初のドラッグスが撃たれてたけど何の傷もないみたいな、はい、あれも危なそうでしたよ、ね、あれも、なんかスローモーションで、うん、あー悲しい、油断してた、うん、ほら冗談言ってたからドラッグス撃たれたじゃんとか思ってたら別にそれ何もなくて、あるあるあるみたいな、そう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 、あ別にめっちゃらですみたいな、別に普通なのねみたいな、そう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 、うん、まあそれはいいとして、はい、でもまた同じように死ぬ死ぬ詐欺みたいな感じで今度はうわってなって、うん、うわもう死ぬ、膨らんで死ぬじゃんって思って、あれ怖いよね、ねえそれこそシュワちゃんじゃないけど、あ治るんだみたいな、はい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 、そのどういう理屈なんか分かんないけど、うん、まあいいんだけど、うん、でそこであのアライグマのあれを取りに行くっていうのもいいのよ、うん、今までは自分のカセットを取りに命がけで行ってた1から、うんうんうん、3では、はい、ロケットのあれを取りに行って、はいはい、ピーター・クイルも変わったなって思うんだけど、でも俺あのめちゃくちゃマザコンのピーター・クイル好きなんだよ、はいはいはい、ママママの、ね、そうで、ワン、ツーはそれがあるじゃん。うん、ツーは、うん、エゴが、うん、お前のお母さんもないとかだなって言った時に、ぶちこ、うわーってなって、それで喧嘩になるじゃん。そうそうそう。そのピーター・クイルが大好きなのよ、うんうん。で、今回は、そのマザコンピーター・クイルも見れないし、うん、怒り散らす、うん、ぶっちんしてるのも見れないし、うん、ほら、言ってたけど、あのマスクしてる ね、うん。そう、スター・ロードの時のピーター・クイルも見れないから、うん、ないもんね、あれ。で、あなたの物語よってロケットで、斎藤くんがずっとロケットの話なんだって聞いてたから、はいはいはい、そっかって、うん、まあやっぱそうなんだとか思ったけど、うん、
俺はピーター・クイルのガーディアンズなのよね。もう、別にロケットやっててもいいけど、うん、ピーターはピーターとしていてほしかったよね、ちゃんとね。ピーターは主人公。はい、俺の中でも。いや、でもそうだと思いますよ。ね。表面上それでいい話だから。そう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 。うん、さ、実は裏テーマはって言っていいじゃん。だからいいんだよね。うん。そう。だからいいんだよ。だからいいんだよ。そう。それがグイーンってなっちゃうと、そうそうそう。俺めっちゃピーター好きだったし、ロケットも好きだったけど、そんな、ロケットの話なんです、みたいな。で、お前がリーダーだって、いつからリーダーっぽかったのよ、みたいなのとかもあったりして、なんかもう、置いてかれた。結構置いてかれました。あれみたいなね。うん。みんなどこ行ったんだろう。そんな感じなんだ、と思って。じゃあ、ロケットリーダーも、俺はよくわかんないけど、きっとみんな、多分理解してんだろうなとか思いながら。まあ、あとなんか原作知ってる人は原作だとそうらしいですよね。ああね、らしいよね。そう、ガオちゃんに教わったわけでさ。でも知らないからね。知らないから。うん、あ、ごめん、もう一個だけ。ああ、どうぞどうぞ。ドラックスが、はい。ああ、お父さんね。お父さんの姿に戻って帰るのは、はい、うん、ワン好きとしては嬉しいです。ああ、わかるわかる。はい。だから、その、うん、それこそ、だからそこもジェームズ・ガンの悪いところで、今まで明らかに、もう最低な言い方するけど、もう明らかに知恵遅れ的な扱いしてたよね。まあコメディリリーフで、それで笑ってたよね。はいはい。で、俺は、ドラックスのことそう思ってねえかって俺は思ってたの。リミックスの時に。そう、だからその2の時に何が起きたかっていうと、キャラがめちゃくちゃ変わったんだよね。そう、そう。うんうん、で、俺は、妻の復讐で来て、はい、ロナンに打ちのめされて挫折して、はい、うん、それで命かけてガーディアンズと共に戦うってチームを組んだあのドラッグスが好きだったから、うん、はい、そのリミックス以降のなんかその、うん、こうだからって言われちゃう。はい、まあ3ももろ言われてたもんね。そうそう、うん、こんなん言われる人だと思う、俺の中では違うから。うんうんうん、でもそれが最後お父さんの代わりに戻してくれたのはありがとう、うん、ジェームズ・ガンって感じ。そうだね、うん、戻るべきところに。そうそう、戻ったなって感じが。そうです、そう、本来のドラッグスです、はい、みたいな、ありがとうございますって感じで、って感じで、はい、それは嬉しかった、うん、これは本当にちょっと言いたかった、うん、まあとか言ってるけどな、最初に言いました通りね、うん、まあ、全体的にはめちゃくちゃ面白くて。そうですね、もう本当にはい、でもマジな話、俺ムービー1決勝候補やっと来たなって感じ。なるほど、うん、ガーディアンズ今年いろいろ見たけど、はい、うん、まあパワーとしてね、パワーとしてやっぱりこれはムービーワン、うん、決勝候補でしょう。もうちょっとだけ、はい、まあ本題っちゃあるよ、はい、本題なんだけど、これ本題なんだって。そう、だから、はい、まあある種ね、だからもう本当に俺 MCU も、うん、まあエンドゲーム以降やっぱちょっと結構変わったよね。はい、多分ファンダムがすごく出来上がっちゃって、うん、エンドゲームも全世界興行収入2位で、うん、なんかちょっとこうブランド化したじゃない一気に、うんうん、なんかもうちょっと前ってもうちょっと舐められてたじゃないけど、うん、もっとみんなのものに今なってきて、うん、でそのみんなのものになった分みんなに喜んでもらわなきゃがすごい最近は増えてきてるなっていう、うん、だからそれがガーディアンズ3のガーディアンズファンへのファン、目くばせもそうなんだけど、うん、俺らが推してた要は作家性むき出しだ、うん、こいつはって思ったジェームズ・ガンが完結編で結構そこに振ってるからってことはっていうのはいろいろ思っちゃう。俺もだからガーディアンズ3見て、はい、あ、これ、ファーフロムホームとかエンドゲームとか同じやつだって思ったんですよ、うん、はいはい。俺もともともこれずっと言ってるけど、そもそも MCU みたいな映画好きじゃないし、うん、アクション映画みたいなそんな好きでもないし。もともと見ないもんね。そう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 。なぜ見てたかっていうと、やっぱガーディアンズとかアイアンマンがあって、それこそアイアンマン3とか俺超好きなのよ、ね、完結編として、うん。で、やっぱボリューム3はアイアンマン3ではなかったのよ。そうだね。俺の中ではね、うん、今まで実はやったことないようなことをやってくれてる、挑戦してくれてる MCU がすごく好きだったから、うん、まあなんかその作品自体にキャラクターとかにそこまで興味あるわけじゃないけど、見に行ったら面白いっていうのがあったから見に行ってたわけ。映画好きっていう視点から見て、うん、あ、見たことない映像だとか、うん、テーマがすごいな、そう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 、新しいな、うん、あ、作家として最前線のものやろうとしてるんだっていうところに僕らはワクワクしてたからね。そう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 、はい、でエンドゲームら辺でまあすごいみんな超大喜びしてたけど、俺とかまあそれで炎上したりしてね、おまけねるが炎上したりして、まあ、うん、そういう事件もあったけどまあそれ以降やっぱりさ、ある種粉映画的な、うん、まあこのキャラクターがこうでとかいう面白さがやっぱ強くなっ て, って、はいはい、キャラ映画になってきてますよね。で、粉映画みたいには見れないよね今の俺らはね。ね、そう。わかるわかる。だから、その今まで、最近で言うと、うん、じゃあ、ソーとか、うん、アントマンとか、うん、そこら辺はもう、結構俺はコナン映画的なノリで見に行くようにしてた。はい。それは、例えば、この前の、その、エターナルズら辺から、やっぱり、あれって思うこと多くなってて、うんうん、だそれこそゲンちゃんとかも、今ここゲンちゃんいないけど、ゲンちゃんとかは、もう明らかに、これは映画っていうより MCU なんやって、本気で楽しんでるから。そうだね。ゲンちゃんはちゃんとそっちの気持ちで楽しめてる。うん、面白かったらね、レビュー出すとか、うん、なんかそれぐらいがちょうどいいんだろうなとか思う。そう、今回のね、ガーディアンズ卒業で、なおさらなんかちょうどよく思った。そう、そう、僕もガーディアンズがこうなるなら、うん、そう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 。
って思ったの。そう、ほんとスタンスの問題で、うん、もうその MCU アメコミ好きっていう前提じゃん、ゲンちゃんもガオちゃんも、うんうんうん、でもちろん俺は仲いいし関係なくね、うん、別に俺らがガーディアンズこう思った、うん、向こうは最高、じゃあ仲悪いか、うん、全然関係なくて、普通にもともと仲いいから、うん、飲み行くし感想ぶつけ合うし、うん、でもそのスタートがさ、やっぱ、カッキーはカッキーでおまけの夜サブカルチャンネル。うん、で、うん、俺は俺でシネマンションとかおまけの夜出るときは映画のことについて話すから、うん、やっぱ映画好きだし、うん、何かしらのカルチャー好きでやってるから、うんうん、その視点で見ることと、もうそもそもアメコミ映画が好き、うん、マーベルが好き、MCU が好きっていうのだと、ちょっとスタンスがやっぱ、ね、違うよね。違ってきてるなっていうことは、うん、僕も、ノーウェイホームあたりがちょっと悩み出してたんで、うん、なんでカッキーにもちょっと、マベファン卒業するか、ちょっと迷ってるんですけど、うん、みたいな、相談もしたし、うん、カッキーともちょっとね、うん、このエンドゲーム以降、うん、動画どう出そうかなみたいなことが増えてきちゃったじゃない。増えたね。はーい。なんかどんどんずれてっちゃうじゃないかなと。要はそのみこしお祭り騒ぎしたいじゃん、うんうんうん、その気持ちはすごいわかるから、分かる分かる分かる。だからそこになんか、いや映画としてはとか、うん、前の作品ではっていうのはなんかちょっともう違うのかな、うん、俺らがね、そうそう、俺らが違う、間違いになってきたなっていうのはめちゃくちゃ感じるんですよ、俺らだって。そう。みんなが違うとかじゃなくて、そう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 、俺らがもう違うなって思ってるんで、うんうん、求められれば喋られるけど、うんうん、なんか今もうそうではないのかなという。やっぱあの、黒い仮面かぶって出てけばいいと思う、マーベルファン。いやもう、ダークサイド落ちて、はいはいはい、なるほど、ね。なんかでも、カイロレンとしてね、時にはピリリとした話を聞きたい時もあるから、まあ、それもね、それもわかる。まあなんかまあそこら辺は自由にね、うん、まあそのまあなんか卒業とか言ってるけど、まあ自由でいいと思うけど、うん、なんか無理して俺らも動画出す必要ないのかなとかはやっぱちょっと思ったね。そう、うん、でもほらインフィニティをきっかけでゲンちゃんと合流して再生数が伸びて、うんうん、そっから見てる方もいるとは思うから、そうそうそう、うん、感謝感謝なのよ。もちろんそもそも最初に火ついたのマーベルだったから、そうだよね、MCだから、そうだよね、だから俺らも最初は考察とか、はい、考察っていうかその解説してもらって楽しいとか、はい、めっちゃ面白いとかやってたけど、うんうんうん、だんだんそれもやりすぎるとそれはそれで叩かれるしさなんかまあいろいろあるよね本当いろいろあるんですよ、どうしたらいいんですかっていうね。そうそうそう、はい、でもまあガーディアンズが綺麗に終わってはくれたんで、終わった、終わらせてくれてよかったね。これで終わんないでジェームズ・ガンが抜けて誰かがやるみたいになったら俺らもまた一番やばとまたね、またもう一回見てさなんかさってなっちゃうから、わかるわかる、それはなかったからよかったですよ、ね、まあいろいろありますけれども、はい、はい、面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。さよなら。